どうも、バイスシュバルツプロデューサーの高橋です。どうも、バイスシュバルツ公式プレイヤーの松井五段です。はい、今回はブースターパックフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアが6月26日に発売されるということで、対戦動画をお送りいたします。はい、で僕はギルガメッシュのデッキを使ってちょっとチラチラいろんなものを見せていこうかと思います。いろんなものをね。はい、松井五段はですね、イシュタルとエレシキガルのデッキを使いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあさあさあ、行きましょう。行きますぞ。1、2、3、4、5枚です。じゃあじゃんけんしましょうか。い、最初はグー、じゃんけん、ほい、よし、うん、まあまあ納得いってなさそうだ、ね、最近じゃんけん勝ってないような気がなんとなくするんだよ、気のせいかな。これはですな、これはですな、ちょっと考えもんだぞ。お、わかった、2枚チェンジ。ほう、これは、じゃあこちらも2枚チェンジ。オッケー、ではいきますよ。せーの、レッツバイシュワルツ。これリモートだからね。そうね、そういうことあるよね。と言い訳してクロック2ドロー。ほい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 、1、流れるようなクロック2ドロー。流れるよね。さあさあさあ、お、周りにお兄さんがいる。周りにお兄さんいるで、あ、輝きすぎてて、いくぞ、よく見えない。今回ちょっと明るいですからね。行きます。ダイレクトアタック2点から、2点。それだけはやめろよって思って。2点取りました。じゃあ相手のドローフェーズまでいきますね。はい、どうぞどうぞ。トップチェック0。はい、はい、ドローです。どうぞ。完璧じゃないですか、ドロー。ではクロック、パーフェクトムーブって感じだった。パーフェクトムーブ、笑いって感じ。失敗パターンって感じ。よし、負けじといくぞ。いや、登場します。おうおうおう、はい、で、置いた時に、トップを見ます。ほい、あ、よかった、こっちは成功。キラキラキラ、こっちの成功率高いからね。まあそうね。で、これでパワーが上がりました。 OK です。3500です。おーい、よーし、よしよし、どんどん行くぞ。どんどん行くぞ、どんどん行くぞ。後列に置いてきます。はいはい、もう一回行こうかな。はい、じゃあこれでアタック入ります。どうぞ。ほい、ではまずフロントから、はい、4線ですね。1点からの、よいしょ、2点。未来予知2点、未来予知2点スタート。はい、2点ありました。はい、いいです。ダイレクト2点からの、よいしょ、2点、2点 OK です。1、2点入りました。はいはい、じゃあこれで終了です。はい、ありがとう。イシュタル、いきます。ドロー。ほい、よ、そしたらね、ここはクロックだ。クロック、そうしたらはまずここからスタートかな。リモートで見るとこっちになるかな。登場、まず2枚ラックです。ほい、1、2。お、なんかパワーが1000上がっております。これで、ほいほいほい、で1コスト1クロック使います。ほい、どうぞ。1クロック、でまずレベルアップからです。赤を置きました。その後で控え室からバビロニアかカルデアのキャラを1枚手札に戻します。持ってくるのは、ここはこのカードでしょうかな。さっきやられちゃったりしたんで、はい、よいしょ。ではですね、今ダイレクト面にいるのかな。そうですね、ダイレクトアタックのところにいますね。はい、ではさらにエレシキガルを2枚出します。はい、さて、そしたらここからはスタンバイ祭りだ。やめて、いくで。後列がガラ空きよ。じゃじゃん、じゃじゃん。じゃまず置いて、後ろに置きました。はい、じゃこれでアタックに行きます。はい、まずはダイレクトアタックから、2点スタートの、よいしょ、2点、2点、1、よいしょ、2点、通りました。はい、よし、いきますよ。中央いきます。プロパタック、アタックした時にパワーが上がって、これで2点です。2点、1、2点、よしよし、なんか やたら通るぞ。ちょっとレベルアップです。はい、よいしょっと、はい、ストックで持っていこうかな。じゃクライマックスコンボです。相手のキャラがリバースした時に、そして山札の上から2枚いきますね。あっちはリバースしてますね。あ、ごめんね。いい、でこれ2枚落として、レベルが1と0のカードなんですけども、この合計のレベル以下の、レベルのカードを札に戻すことができますと。はい、ここはエレシキガルでしょうかな。むむ、対応をまた持ってくる。はい、持ってました。じゃあ続いていきます。フロントアタック1点から、はい、よ、2点、いいよ、伸びるよ。1、伸びるね。2、ん、よしよしよし。じゃあクライマックスコンボでもう一回山札の上から2枚を引かせておきます。今回レベル3が見えましたね。そしたらちょっと控えしてみてます。ああ、大丈夫ですよ。なんか嫌な感じだな、これ。嫌な感じ。
じゃあこっちはとりあえず手札にマッシュを加えて、はい、これでアタックは終了します。はい、了解です。そしたらじゃあ控え室に置かれた時キングウーの効果を使います。はい、手札1枚切って、はい、4枚まで見ます。1、おう、そんな感じだよな。2、3、よし、4、うわじゃあなんだよ、レベル3のこのカードを持ってきました。はい、これが落ちました。はい、3ね、うんうんうん、で、こちら一択だったわけか。そういうことなんですよ。なるほど、ね、で、もう一回、はいはい、捨てて、はい、1、2、3、これあるな、もう一枚かな。気になる気になる。よし、じゃあ、はい、こちらをレベル2 の、ね、2のカードを加えました。はい、残り落ちます。また一択でした。一択一択。一択一択、はい。これでターン終了です。はい。では、ドローいただきます。どうぞ。ショット。なるほどね。なるほどね。三枚。あ、まだまだ当たらないね。クロック。はい。お。一、二、うわあ。そういう感じっすか。一人でもいいから帰ってこないかな。え、うん、うん。さすがに、え、本当に帰ってくる？うん。はいはい。はい。はい、ではまずは、はいはい、力いけますか。登場。二枚を控え室に。はい、了解です。一。失礼。二。はい。でクライマックスがないので何もなしです。はい。で下の効果使いません。はい、了解です。パワーが2000かな、ここは。ここが2000ですね。うんうん、で4500です。はい。このカード同じカードですね。はい、わかりました。はい。お、ま、ま、マジか。笑いって感じ。ではですね、うんうんうん、4500がまず倒せないって結構やばいね。それは、ちょっと行ってみたものの、うん、ラッキー。じゃあ、聖杯を使います。はい、2枚落とします。お、ほう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 、これでレベル3までのカードを手札に戻すことができます。 OK、うんうん、です。はい、あ、キングかな。キングですね。 OK です。こちらを持ってきます。はい、よし、そしてここが今2000、これで1は相打ち、うん、今現状クライマックスを置かなくても配置かな。それで500勝ってる。置かれてます。はい。クライマックスを置く？はて。はて。はて。登場します。うんうんうん。4500なんで、今こちらが、はいはい。他の数だけ500上がってるので、5500まで行っております。5500まで？はい。うんうん、なるほど。いやー、マジか。使いましょう。はい、あ、登場。なるほどね。はいはいはい。うん、打ち越すと手札を1枚切って、はい、山札からカルデア・バビロニアを持ってきます。了解です。いや、これはちょっとやばいですね。慎重なスタートですね。これはやばいですね。さて、これかな。あ、なるほどな。うん、まずは集中と。そうだね。はい、 OK です。よいしょ、よし、これはよし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 、一人帰ってくるかも。いや、帰ってくるね、一人ね。帰ってくるね。うん、じゃあこの辺で置いちゃいます。はい、どうぞ。そのまま置きますね。はい、集中使います。はい、1コスト1、2、3、4、2ヒット。ちょっと当たりすぎな感じが。あ、荒々しいな。荒々しいな。荒々しいな。1枚。よしよしよし、うんうんうん、光ってるカードがない。ノーマルとトリプルレイラストしてる。すごいいいですね。じゃあこの2枚を。あ、どうぞどうぞ。回収しました。適当なところで止めちゃいますね。あ、大丈夫ですよ。よいしょ。ふむ。あ、なんか手札がなんかいきなりだいぶマシになった感。めっちゃ増えましたね。うん、でここ500かかってるんで、うん、ちょっと考えますね。はいはいはい、これで一応見た目は今もう6000まで行ってんで買ってます。はい、でここが500買ってる。うんうんうん、でここがですね、3000まで上がっている、うんうんうん、じゃあ使いましょう。ほうほうほう。お、聖杯チラチラ見せてあげるよ。おお、これで2000上がりました。いいね。そうだそうだ。
チラ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 、そうありましたね、でねちゃんとできてるということで一応今見た目全部買ってます。はい、了解です。ではアタックに入ります。はい、どうぞ。ではこちらからフロント1点から、はい、よいしょ、1点、抜かれた、1点、はい、ジョッパですね、うん、あ、こっちですね、失礼しました、はい、よいしょ、はい、続いてこちら、フロント1点から、はい、曲げた、あ、失礼、アタックした時にあ、ごめんなさい、これタイミングが違った、まあ、山札から置かれた時なんですね、うん、まあまあ大丈夫でしょう。じゃあとりあえずこのまま何もなかったような形にしてもらって普通にアタックで2点、はい、2点、はい、失礼しました。いいえいいえ、全然進められるんで、リバースです。はい、では続いて最後、フロント1点からで、はい、お、トリガー、ちょっと待ってくださいね、はい、1、2、3、4、5、6、よよよ、ストックを貯めるかどうかってところですよね、うん、ここはこのままで、うん、了解しました。はい、じゃあ1点で、じゃあ行きます。はい、ありました、リバースです。はい、ではこれのアタック終了ですかね。はい、終了です。じゃあ3人とも機械室を置いちゃおう。はい、ちょっと控え見てます。あ、どうぞどうぞ。こちらターン入ってきますね。はい、どうぞ。スタンドドロー、よしと、押しっぱらね、うんうんうん、でクロックを置いて2ドローしていきます。よよ、うんうんうん、そしたらば、まずギルガメッシュさんちょっと頑張ってもらおうかな。はい、よいしょ、うん、じゃあイシタル使おうかな、これ、うん、イシタル使います。はい、起動効果1コスト、このカード控え室に置きます。控え室に置くと山札の上から4枚まで見ることができます。うん、1、2、3、4、うん、で1枚持ってきました。残り控え室に置きます。はい、で、登場です。このカード集中持ってます。集中1コスト、1、2、3、4、いや当たりありません。はい、うん、山札が残りこれで7枚ね。はい、そしたら、出しましょう。うん、ほいほいほい、今これで中央が今3000でいいですかね。3000でやってます。はい、ありがとうございます。で端っちょのマッシュがパワー2500ですかね。そうです。はい、ありがとうございます。うん、そしたら、うんうんうん、よし、それでいこう。ほい、うん、レベル1の、いわゆる愛知能力持ってますね。はい、わかりました。ではこれでスタンバイ置いていきましょう。ほい、何が来るのか。俺はね、わ、また来るのかちょっときついなこれ。多いね。いきますよ。はいよ。じゃあこれで、2500でフロントアタックです。はい、2500かな、うん、2500の倍1ですね、うん、1点スタート、1点、はい、よいしょ、1点通りました。はい、いきます。です、はい、次いきます。中央フロントです。はい、1点スタート、よいしょ、1点、うーん、よいしょ、キャンセル。はい、でリバースしたのでクライマックスコンボで2枚控え室に置きます。はい、レベル0でした。はい、うんうん、そしたらね、最後それ2点だよね。そう、2点ですよ、うん、よし、藤丸くん持ってこいよ。よし、いきますよ。はい、フロント2点スタート、うん、よいしょ、2点、2点、1、2点、うん、おお、よし、これでアタック終了です。はい、よっ、ここ負けですね。はい、ここのアンコールは2、3、うん、まあ良いでしょう。 OK、 終了です。では流して、はい、よいしょ、ドローでリフレッシュです。はい、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、一応こっち8枚落ちですね。はい、こちらは6ですね。1枚なんかクロックにいますね。ね、ありかは分かってる。本当だよね。さっさか、よいしょ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 、じゃあこの辺で置かせていただきます。はい、よいしょ、うん、うん、よしよし、まあそんなもんなら良きでしょう、良きでしょう。あ、やべ、青がね。あれれれ、よいしょ、もう一回だ。あーい。いいですね。スタンドします。はい、あ、ごめん、スタンド忘れてました。あ、大丈夫ですよ。でドロー、あ、ドローしましたね。ドローはしてか、OK です。で、クロック2ドローですね。はい、やりますね、ちょっと待ってくださいね。いいですよ、レベルが上がっちまったんですよね。そう、2になった。うん、このギルガメッシュは今パワーが9500ありますよ。ほい、よいしょ、こっちの方がちょっと先だな、クロック、うんうん、あと1、2枚。はい、では、はい、9500です。ほう、やりおるね、やりおるね。さて、よいしょっと、クライマックスかな。うむ、うむ、ここはこっちで行った方がいいでしょう。よし、決めた。
では、真ん中4500だよね。はい。さあまずはこちらからいきますね。はいはい、登場1コスト。出た時に、はいはい、相手のキャラ1枚選んで次のターン動けなくします。うん、枠に動かせません。おーおーおー、じゃあそこの後列にいるウィリアム氏をそこでちょっと寝ててもらいます。辛い。玉座にいてください。なるほど。はい、で今ここでこのギルの目の前にいる状態と。はい、OK ですね。言いますね。今ちなみにクロックがそちら5枚。5枚ですね。はい、承知しました。これちょっとアタック順悩むな。うん、まあいいや。機械のクライマックスが今これで8枚です。8枚で山が2枚です。2枚、あ、了解です。おーい、2枚、ちょっと計算します。いいよ、1ならそれで問題なし、うんうん、2だったとしてもふむふむ、よし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 、了解しました。おい、まあ映画パワーがそんなもんと。よし、じゃあそれでいきましょう。うんうんうん、にはもういいや、行っておいで。で真ん中パワーが4500 ね、 ですね。はい、じゃあここでパワーは超えました。はい、了解しました。出た時多くたくさん分上がります。たくさん分上がりました。たくさん分とはそれで一応使っておきましょう。ほいほい、うん、共鳴ですね。共鳴、こちら、ほいちら、はい、ここ上げておきます。2000上がりました。はい、どうぞ。はい、では、これで張るか。行くか、いやあるの分かってますからね。そう、そうそうそう、大丈夫ですよ。はらない。 OK、 どうぞ。 OK、 じゃあアタック入ります。ここからフロント1点から、はい、よいしょ、1点です。一応パワーはいくらですか。パワーはこいつは6000ですね。6000です。1点、はい、よっ、1点入りました。はい、はい、で、リバースした時に相手のレベルが相手のレベルより高い場合はクロックの下とかな、一番上か、ほど入れ替えですかね。そうですね。くー、じゃあ入れ替えますね。はい、よいしょ、はい、上と入れ替えました。これでさようならと。つら、どうぞ。二面のギルガメッシュを封じたぜ。では、入った、はい、入った、はい、じゃあここフロント1点からの、よいしょ、1点よ、1点、はい、じゃあこれで8戻りです。はい、いっぱい戻ったからいっぱいキャンセルするんだろうな。フラグですね。シャフラ適当にやるで。はい、どうぞ。まず入って、ここ1点でしたっけ。ここ1点です。はい、じゃあまずレベルアップです。じゃあまず今赤があるんで、そうだな、ここ緑にしよっかな。緑はあんまりいいカードがないな。あれ、はい、リベースポイントです。はい、どうぞ。お、緑来たね。はい、じゃあ最後ダイレクト2点からです。よいしょ、3点、1、2、キャンセルです。よし、そうかそうか。ではではこれでこちらのコーナーありませんよ。はい、はい、こっちもないです。はい、スタントでこれ動けないんですよね。動けないです。ドロー、そこだよね、そういうとこですよ。いやー、よかったよかった。くー、仕方ない。 OK、 じゃあまずここだ。クロック1、2、そしてじゃあまずダイレクトにしようかな。はい、控え室にクライマックスはまずこれ1枚ですよと。ほいほい、ということは、ということは、ということは青があって、青があって、うん、残すと、ほいほい、手札を1枚控え室に置きます。うんうん、でクロックの、一番上のカードストックに置きます。はい、よいしょ。ぬぬ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 スタンバイを張ってアタックに行こうと思います。はい、で張った時に置くのは、うん、全体プラス1000の、レシピガルです。はい、よし、じゃあこれでいきますよ。はいはい、じゃあまずは中央フロントアタックです。うん、2点スタート、うん、よ、3点、3点いくで、1、2、3、よしよしよし、ふむ。では次に、レベル0の方ですね。こちらの正面のキャラでフロントアタックです。2点から、はい、よ、2点、はい、1をキャンセル。はい、ダイレクトアタック2点から、よいしょ、耐えろよ耐えろよ。1、2、あー、はい、あこれで終了です。はい、2の6ですね。2の6、はい、シャクシャクと進んでいく。うん、よいしょ。ではではどうぞです。はい、
ではターンをもらいます、うんうんうん、ちょっと湿気てるんでなんとなくカードが ね、 ちょっと ねベタつきます ね、 いいですね、うん、踏む、3になっちゃうのちょっと勘弁してほしいなうん、踏む踏む、いい展開だ、これはきつい、よしよし、きついんだけど、まあ、どっちみち3にはなりますね、うんうんうん、手札が足りないんでちょっともうちょっと頑張るしかないですね。じゃあクロック置きます。 OK です、レベルが上がります。はーい、やべえ、赤、青がね、青がね青がね、こいつですね。よいしょっと、はい、はい。青がない、青がない。で、2枚引きます。はい、OK です。1、2、踏む。OK、OK。そしたら、はいはい。こちら1万2000、1万2000と、こちらが2000ですね。はい。ではですね、はいはい、1万2000、1万2000と2000。2000です。1万2000。そう。1万2000。マッシュ、硬いんですよ。ほう。硬いね。めちゃめちゃ硬い。手札は何枚ほど？こちら手札3枚です。3枚。手札は控えめ。ふむふむ。クライマックスに助太刀って今、あ、クライマックスじゃない、控え室に。いい、大丈夫ですよ。控え室に助太刀はありません。ありません。はい。はい、承知しました。ありがとうございます。なるほどね。うんうんうん。助太刀やだな。高いからね。そしたらね、じゃあこうしましょう。うんうんうん、まず、はい、登場します、うん、あ、はいはいはい、2枚を控え室に置きます。 1?2? よくクライマックスが落ちていくな2枚めくると大体1枚ありますよ ね、 ね、でここ1000上がりました。はい、でもう1個の効果、はい、使います。なるほどね、1コスト1クロック、うん、そして結局青はなしで、うんうん、それであれば、うん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 、ここはね、ちょっとね、この後、このターン耐えることはもう前提としてこいつを持ってこないと、うん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 、盤面がきつい。これもらいます。アイルバです。くー、なるほどね。うん、はいはいはい、で、よいしょ、こっち、君はこっち。はい。で、2000だよね、そこね。一応勝ってると。一応レベル0の相手能力。はい。もういいよ、別に。で、1コスト登場です。はい。で、じゃあまたそのギルは動かないでください。その前に出したいけど。いや、絶対もう動かしたくない。でマッシュはしっかり消えてもらうとして、そしてここで本当は回復を出したいところなんだが、うんうん、まあ、色のね、都合もあってね、今回は見送りましょう。その代わり、はいはい、うん、よし、君、行ってこい。おーい、2コスト、はいはいはい、で、うんうん、出た時に、まあ、パワープラス2000されてます、はいはい、で、山札からカルデアかバビロニアを1枚選んで持ってきます。了解しました。よいしょよいしょ、え、次青を受けてんのかな、ちょっとそのビジョン怪しいんだよ。いや、きっと今から次のターンに受けたダメージで青が降ってくるんです。うん、ちょっと待って、山札見ようっとはいはいはい、なるほどね、うんうん、うん、じゃあ降ってくると信じて、おー、なるほど、強気なプレー、はい、持ってきましょう。ちょっと1ターンじゃね、足りないんだよね2ターンぐらい欲しい頑張ってまずここトリガーしないところからスタート、ね、そう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 、いやそこね、まあ、そこも、はい、じゃあこんなもん、祈るしかない、うん、はい、じゃあ持ってきました。 OK です。よっしゃ、行くぞ。人やられるじゃん、結構高いぞ。ラインは全部抜いてますもんね、うん、真ん中は1だけど、で、ここ、はい、あれ、うんうんうん、さっき見せたっけ。あ、まだ見せてないですね、これ、寝たままでしたね、寝たままでしたね、失礼しました、ね、じゃあこれ見せて、はい、OK です。こちらを2000あげました。了解しました、はい、ではアタックに入ります。はい、どうぞ。じゃあ、ね、こっちからですね。クロックがないと危ないけどね、うん、危ないとこだったねヒューフラット2点から、2点からよいしょ、2点2点、よし、行きましょう。1、2、ありました。はい、リバースです。ほーい、よっ、ドドン。まあ効果はいいでしょう、うん、まだ早いかな、まだ早いなはい、じゃあ次こちらです。おー、残そう、フロント1点から、はい、よいしょ、1点1点入りました。はい、ここを入れ替えでお願いします。はい、シュッシュ、よし、なくなってくれた。そしてフロント1点から、あー、1点、よいしょ、あー、来てしまった手札に加えてストック貯めないともう無理ですね。やめましょう。1点、うん、1点入りました。アイストルと考えます。はい、一応控え室のクライマックスの枚数聞いてもいいですか。了解です。控え室が1、2、3、4枚、
4枚、うん、了解。じゃあこれはあのいわゆる相手能力を使いましょう。はい、了解です。打点を伸ばしましたね。伸ばしますよ、はい、ではスタンド。あ、ここはごめんなさい、相打ちですね。あー、OK です。そうですね、じゃあターンいただきます。はい、ドロー。ギルガメッシュは動かないよ。動かない話に。ギルガメッシュさんの、はい、あのそちらのギルガメッシュさん、はい、こちらのギルガメッシュさんのパワーおいくらですか？1100上がって500上がって1万1500ですね。あ、2000、そう、2000上がって500上がってですね、1万1500です。うん、高いね。高いよ。分かった。こういう時はね、あの突撃するに限る。じゃあまず登場、はい、山札の上から2枚を引かせていきます、うんうん。レベルじゃないね、キャラが1も落ちたんでパワーが1000上がりました、はい。うん、まあ落ちたところでというところなんですが、うん、よし、登場。山札の上から2枚を引かせていきます、はい、はい、落ちちゃったね。パワーマイナス1は一応相手の前列に当てました。はい、わかりました。うん、そうだね。よし、わかった。ここはね、あ、あんまり貸したくないんだけどねよし、じゃあこれでアタックしていこうじゃないか。はい、いきます。はい、じゃあまずは、ここフロントアタック。はい、1点から1点カムバック。うん、カムバックか、うんうん。ここね、スタンバイじゃなくてよかった。うん、確かに、うん。よし、じゃあまず持ってくるのは、レベル3の、イシタルを持ってます。はい、これで1点でお願いします。1点、はい、よいしょ、1点。はい、エンバースです。続いて、ダイブアタック2点から。はい、よ、2点。2点、1。おっ、青が落ちたけど、ダイレクトアタック1点から。俺死ぬのでは乗れ。はい、3点。あー、ちょ、待て1。唐突な終わり。2、おい、キャンセル。危ねえ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 。さすがにね。危ねえ。ヒヤッとしたな。これありません。はい、終了です。スタンドします。これシャレにならんすよ、ドロー。それでも1コスト足りないんで、うんうん、ちょっとごめんね、カードが落ちてしまいました。あるある。クロック通過します。はい、どうぞ。そうなんだよね、こっからやっぱり1コスト足りないんだよね。うん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 。控え室が、了解です。うんうん、OK。 じゃあまずは、はいはい、登場します。マッシュ、はい、青あります。ありますね、2コストで、はい、手札を1枚切って、はい、でクロックの一番上を側に置きます、うん、そで、そう、これで足りてるように見せかけて見せかけて、レベル3がないんですよね。ほうほうほう。ここが辛いところ。はいはい、あと控え室のクライマックス何枚ですか？はい、控え室のクライマックスが 1,2,3,4,5、 5枚です。5枚、間違いない。うん、山札が、はい、何枚ほど。1,2,3,4,5,6,7,8 枚です。聖杯をまずこちらで見せて、はい、パワーはここ上げます。うんうん、了解しました。はい、で、じゃあこの聖杯使っちゃいます。はい、 OK です。この照明は起動だからメインフェーズで使えるんですね、うん、あおやおや、まあいいでしょう。で、レベル0以下かな、今回は。そうだね、うんうんうん、0以下を持ってきます。よ、うんうん、21だよね、そこね。そうですね、ここ21です。00ね、はい、了解です。ブー、じゃあ今回はこちらのギルガメッシュを持ってきます。はい、了解です。はい、では、よいしょ、よいしょ、うんうん、真ん中が、よいしょよいしょ、真ん中出てくるのは、はい、出てくるのは、まあ、こっちかな。はい、了解です。はい、さて、さて、ここはね、殴られるだけですよ。まあここは殴りに行くだけですよ。よし、ギルガメッシュがやっと次のターン前に行ける。もうダメだな、そうだな、使いましょう。はい、はい、ではアタックに入ります。どうぞ。じゃあこちらから、はい、フロント3点から、よいしょ、3点。よし、止めるぞ。いけ、1キャンセル。おお、ちょっと早いけどね。はい、リバースです。ほい、あ、そう、キャンセル。あ、そうあ、そう。じゃあ続いて、はい、力かな、ダイレクト4点から。はい、こ
そうだよね。4点。4点いきますよ。リフレッシュに入ります。あ、ちょっと待ってます。よしよし。4点ね。あ、戻り。はい。一応教えますね。1、2、5枚かな。5枚。6、ごめん。6枚でした。嘘ついた。うん、なるほど。オッケーオッケー。ここが5。ここは5点でしたっけ？今4点からの4点です。あ、4点失礼しました。はい、忘れちゃうんだよね。話してた。ごめんね、そうね、そう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 。ごめんなさい。よーし。はい。じゃあまずフレッシュポイントと。はい。いますよ、4点。うん。1、2、3、キャンセル。強い。それは強いわ。そうですか。うむ。じゃあラストだわ。はい。じゃあこちらフロントで2点からパワー買ってますね。はい。入れて、こうやって貯めましょう。2点。1、2、ありました。うん、よしと。じゃあリバースです。はい。うん、じゃあリバースしましたけども、はい、クライマックスコンボかな、それ。あ、そうそうそう、ごめんごめん、ね、これね、うん、クライマックスコンボで、うん、2枚引いて、うんうん、よいしょよいしょ。うわー、2、3、4、5、6、7、じゃあ、今引いたやつ捨てちゃいましょう。あ、はい、了解です。1枚切ってと。はい、うん、じゃあこれで、こちらアンコールいきます。はい。残す必要あるかな。うん、ここはね、うん、きっとないわ。はい。ない。よし、返す。いきます、ドロー。はい。よっ。うん、そしたらね、ここはね、もう男は詰めに行くでしょう。まあ、そうだよな。クロック。はい。緑を置きます。はい。やっぱ持ってんじゃん。あの、これ今引いたんです。あ、今引いたの。ちょっと前に引いてて持ってたんですけど、もう遅いって感じでした。なるほどね。1枚目。で、クライマックスが7枚戻りました。はい。よし。よし、じゃあそしてじゃあ適当に止めちゃいますよ。はい、どうぞ。で、今1枚引いたんで2枚目引きますね。はい、どうぞどうぞ。はい、2枚目いきます。はい、2枚目、ルールスポイントよ、うん、うんうん。で、そして今度はなんかずっとそのマッシュ見てる気がするね。このマッシュすごい出てくるんで1枚しか入ってないんですけど、あれあれ。よし、じゃあ登場。はい、うわー、来たー。行くで。1コスト、うんうん、1枚を引き返しにいきます。うんうんうん、じゃあまず登場した時に山札からキャラ持ってくる能力で、はい、持ってくるのはもちろんレベル3のイシタルです。はい。よし、ここから、ね、あからさまに宣言した7戻りっていうね。そう、あ、これあの1枚取り返してるの実はまだ手札にないんですよ。あ、そっか。あ、そっか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 。さっきそういえばそうだったね。そう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 。で、出た時の効果で、うんうん、トップ見て上か下です。はい、下に置きました。ほうほうほう。で、これで、出た時に2コストよいしょ。で、玉札の上から3枚まで見て1枚手札に加えます。はい。これで持ってくる作戦、うん、うん、これで。ちょっと待って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 。そんなことある？ある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 。それはなんかずるくない？いや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 、そんなことあんの？たまたまかな。やばいなそれ。うん、すごかった。はい、そしたらこうかな。いきますよ。はいはい。クライマックスを置いて、置いた、これでいきましょう。はい、この子アタックした時ですね。うん、そう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 。はい、ではいきますよ。じゃあまずもうここからね、もう我慢できないんでね、ここからいきましょう。はい。フロントアタック。やめてくれー。2コスト払って、はい、手札を2枚控え室に置きます。はい。まず相手の控え室のカードを2枚山札の中に戻します。ごめんなさい、それ控え、クライマックス2枚。ああ立体的に。すいません、これさすがに後の他だったら。ちょっと1回待ちましょうか。はい、そうですね、ごめんなさい、これは申し訳ない、ちょっと見なかったことにして。すみません。さすがにこれないね。ごめんなさい。いや、これね、結構あるのかなと思ったんですよ。ごめんね、ちょっとリモートだからね。ごめんなさいね。貸し返しの確認がちょっとしづらくてね。で、ごめんね。これ手札2枚これでした。で、ストック2枚戻しました。はい、OK です。大丈夫です。はい、ここからいきます。はい。フロントアタック。これで3点から。はい。3点ですね。3点。1、2、ここでキャンセルするとなんかいい感じだよね。そうなんですよね。しない。はい、終わってしまった。これ最後申し訳ない。ちょっとね、こっちのやり方の問題だった。いや、ちょっとリモートだから仕方ないですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ここで決めたかったから。気持ちが最高です。